本当ですか？ああ、なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんね。のぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。ほんまにいろいろあった一日やったな。飯でも食ってから帰るか。今日は蒼天堀通りの方に行ってみるか。こっかな。なめとんのか我。ん？なんや今の怒鳴り声は。向こうで喧嘩でもしとるんか。こないでかい刀持って勝ち込むかけるアホがどこにおるっちゅうんや。ドスとかチャカとかもっとマシな武器はないんかい。その精霊刀の良さがわからないのか。だからあんたには売る気が起こらないのだよ。なんやと。密売人風情が舐めやがって。客の望むもんを売るのが商売の基本だろうが。どうやら武器の取引をしとるみたいやな。面倒なとこに出くわしてしもたわ。私は自分が認めた相手としか取引をしない。あんたが私の武器を扱うにふさわしい男かどうか試させてもらおう。試せやと。どういうこっちゃ。これから私と手合わせしてもらう。私をうならせることができれば合格だ。何が合格や偉そうに。ほんなら望み通り相手したるわ。この刀つこても文句はないな。もちろんだ。武器の扱いを見るための試験だからな。は、腕なくしてから後悔しても遅いで。死にさらせや。このボケ。少し荒っぽくいきます。なんや今の棒さばきは。まともな武術とちゃうのに相手の刀の動きを完全に封じ取ったで。クソが。不合格だ。あ？こないクソみたいな刀を使わせといて何言うとんねん。こっちの棒の方がよっぽどええ武器やないか。これはただに、これはどこにでもあるただの紺だ。むしろその刀の方こそ私が特別にあつらえた技物だったのだが。なんやと。やはりあんたでは使いこなせなかったようだな。二度と私の店には来ないでくれ。誰が来ないな店。二度と来るか。まったく腕利きの武器屋がおるっちゅう噂聞いてわざわざ来たのに。詐欺もええとこやったわ。あかん、思わず見とれてしもうたが。武器の取引屋なんて厄介ごとに巻き込まれるのはごめんや。見つからんうちに早いとこ立ち去らな。おう、真島、奇遇じゃな。おっさんか、ビビらせんなや。ちょうど今、お主と存分に手合わせできる場所を探しておったところじゃ。そうかいな。あっちには先客がおるで、なんだかやばそうなやっちゃ。あの男は、フェイフーという者じゃ。武具屋を営んでおる。武器で戦わせたらなかなかのものじゃ。おっさん、あの男を知っとるんかいな。さよう。あやつの死んだ親父とは古い付き合いでな。蒼天堀に来たのはあやつの顔を見に来るのも目的だったんじゃ。せっかくじゃ、フェイフーに紹介してやろう。何やって。余計なことすんなや。固いことを申すでない。お主にとってフェイフーにとっても悪い話ではないぞ。どういうことや。それにな、そんなコソコソしてても無駄じゃ。フェイフーはとっくの昔からお主のことに気づいておったようじゃぞ。
コメキさん、私はその男は信用になりません。危険な雰囲気を感じます。お主も固いことを言うの。ほれ、さっさとこの男にも試験とやらをせんか。わしの見立てではこの男なら合格するぞい。はあ、アホか。なんで俺が試験受けなあかんのや。俺は別にこの男の店になんて用はないんやで。マジマ、お主先ほどの二人の戦いを見て何か思いついたような顔をしておったな。図星か。うつづく戦いの才能がある男のようじゃな、お主は。そんなんとちゃう。ただしょうもないことを思いついただけや。だがもしそのしょうもない思いつきがこの武器の達人フェイフーに通じるとしたら、それはきっととんでもない思いつきに違いない。ひらめきを生かすも殺すもお主次第。どうじゃ、試してみたくなったのではないか。ふん、今日はいろいろあってくたくたなんや。さっさと終わらせるで。フェイフー、お主もいいな。あなたがそこまで押すならいいでしょう。決まりじゃ。さあ、お主は何を使う。相手は武器屋じゃ。きっと何でも揃っておるぞ。俺はそこに捨ててあるバットで。バットだと。これはまた面白い対決になりそうじゃ。では早速始め。スラッガースタイルにチェンジせよ。スラッガースタイルにチェンジ。帰ればいいね。はい。バットでガードせよ。バットでの堅牢なガードを堪能してみましょう。武器を使ったガードは堅牢で弾かれにくいのが特徴です。バットを使いてフェイフの方向を防いでみましょう。フェイフを倒して試験に合格せよ。トラッカースタイルを駆使してフェイフを倒し、試験に合格しましょう。はい、トラッカースタイルいいよね。バットを武器として使いこなすとは、あんたなかなか面白いことをするな。勝ち込みで使ってたのを思い出しただけや。昔よりよく触れとったと思うけどな。私もびっくりしたわい。さすがのお主でもフェイフ相手に付け焼き場では辛いかと思ったが、気ゆいじゃったか。で、フェイフ言うたか。俺のバットさばきはどないやったんや。はい、もちろん合格です。あなたのような人にこそ私の店の顧客になっていただきたい。店って武器の買いな。そんな言われても今の戦い方見れば分かる通り、俺は普通の武器には興味ない。むしろ好都合です。私はただ武器を横流ししているだけの売人ではないのですから。どういうこっちゃ。これからお時間はありますか。私の店はこの近くにあるのでご案内します。そこで詳しいことをご説明しましょう。ここが私の店、龍虎飯店です。表向きは妻と二人で中国料理店を営んでいます。おお。こちらが妻のロンファです。新しいお客さん来たのね。よろしくよ。それで、ただの武器屋とちゃう言うてたが、それは一体どういう意味や、はい、この店で、お主に取り合って、この店で主にだねこの店で主に取り扱っているのは、私自らが魂を込めて錬成した武器の数々、いわばオーダーメイドの武器なのです。なるほど、あんたは武器商人やのうて武器職人やったっちゅうわけか。そういうことです。それでは早速ですが、うちの武器の作り方をご紹介します。武器探索と作成。龍虎飯店では世界各地にいるエージェントと呼ばれる武具探索のプロに様々な仕事を依頼することができます。
依頼の内容は下記の3種類を読めます。武具の入手、武具の生成方法、レシピの入手、武具を生成するための素材の入手。エージェントの力を駆使して世界中の強力な武具を手に入れましょう。エージェントに珍しい素材を取ってきてもらうんか。なかなか変わった趣向の店やな。世界各地の武器商人と太いパイプを作るのが私たちの目的なのですが、エージェントによってはジャングルにも行きます。ジャングルにお宝探しかいな。それは面白そうやな。こういった古代文明があった場所からは美しさを追求した武具が出てくることがあります。私はそういう武具も取り扱いたいと考えています。それとある程度投資していたくださった場合、お礼として私が武器の扱い方をお教えします。おお、それじゃあさっき俺と戦った時はまだまだ本気やなかったっちゅうことか。先ほどはあくまでも試験でしたから。え、クエン男やな。で、せやん、それで思い出した、俺めっちゃ腹減ってんのやった。ここ表向きは中国料理店なんやろ。なんか飯食わせてくれや。あいや、そっちの客でもあったか。それじゃあとびっきりのごちそう用意するね。マジマトやら、お主は一つ、お主に一つ頼みがある。なんや急に。あの店のことは他言無用なのはもちろんじゃが、あの二人の様子には注意しておいてほしいのじゃ。はあ、あの夫婦に何か問題でもあるんかいな。今はまだ詳しくは言えぬが、あの店はそのうちとんでもない相手を敵に回すかもしれんのじゃ。どういうこっちゃ。まあ今はまだ心配なさそうじゃ。とりあえず気が向いたらあの店で武器を買ったり探索の発注をしてやってくれ。わかった。わしはこれから野に出て開いてまいる。お主もせいぜい精進せえよ。どんな感じなんやろ。は？おい、フェイフ、卵が全然ないじゃないか。あんた買い物行ったじゃなかったか。あ、すまない、途中でフグの方の客に難癖をつけられてしまったな。お、取り込み中かいな。出直すか。あ、マジマさんいらっしゃい。すみません、お恥ずかしいところをお見せしました。マジマさんいらっしゃいね。それよりフェイフ、卵の話の続きね。卵は隣町の商店街が一番安いね。問答無用だな。わかった、行ってくるよ。あ、隣町へ行くなら真島さんの武具もついでに探してくるといいね。な、私はエージェントの仕事をやったことがないんだが、フェイフが俺の武具を探すエージェントって何の話をしとるんや。この前話したお宝武器探しの仕事ね。早いとこいい武具見つけて真島さんからがっぽり儲けるね。ほう、あの仕事はそんなに儲かるんかいな。前はざっと聞いただけやったけど、実際どんなことしとるんや。真島さん、こんな仕事よ。わあ、わかんねえ。派遣先、あ、もう今そこしかないんだね。予算0円なんだ。あ、フェイフしかいいのにな。掘り出し物、ドスとか、すぐ金属バット入るんだって。ハテナに乗ってるけど。あー、お金どんだけ、あ、探索までの時間が早くなるには、これをやれば。まあ、5分間でいいかな。はい、これで探索の依頼は完了ね。次からは自分で派遣先やエージェントを選んで派遣するといいね。あ、追加予算も忘れずに。エージェントは追加予算を上げると武具や素材を見つける確率が上がるね。あと探索時間も短くなるのでいいことばかりよ。ジップ弾めばエージェントも張り切るっちゅうことか。まあ当然やな。ほなフェイフ頼んだで、ね。はい、伝承します。帰ってきたら真島さんのポケベルに連絡しますので成果を受け取りに来てください。ロンファ、私がいない間は戸締まりをしっかり。では行ってくる。武具探索に派遣しました。エージェントは武具探索に派遣しました。残り時間は
オプションボタンから装備にカーソルを合わせると確認することができます。探索武具探索は派遣しているエージェントが帰還するまで次の探索には出られません。外で時間が経過するとポケベルに連絡が入りますので再度流行判定を訪れてください。なるほどね。これね、普通に言ってくれるから、あ、探索中よって言われるんだね。OKOKOK。 今フェイフを5分間だけ活かしてるから、まあ5分後に来たらいいってことね、ゲーム内で。おう待てや、マジマ。ああ、誰やお前ら。オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろ。オデッセイ、望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても俺らが納得するか。国によってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。あ、客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。お前らの言う通りや。ああ、お客様は神様。うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めてるわ。せやけど客やないなら話は別。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺が優しいと思うな。大層な口聞けんのも今のうちや。カマン、やってまえ。当店堀のチンピラ。何なんやお前は。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ、好きにせ。ただその後どうなるかは保証せんぞ。お客様は神様やからな。かっこいいな。ねえ、かっこいいわ。
この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟。